茶が入ったのは伊右衛門か。伊右衛門の方だ。青、三谷さんパワーアップしてないのか。そうだそうだ、工場の仕事いろいろ教えての方にしたからパワーアップしてないんだね。ナイス、オッケー。ただね、スタミナの方が、C なので、多分4回か5回くらいで、まあスタミナつけて降板かなっていうのはありますけど、まあそれに気をつけて、多分これは盗塁してくるから、オッケー。仲間評価100いってるからな。おっしゃー、2点で、これも多分盗塁してくる。してこないか。バントの方か。じゃあ外す感じにしよう。来ないのか。あー来た、盗塁。もうこれ無理だ。いけた。お、いいね、いいね、いいね。下山くんのお父さんすごいね。パワポケ13の下山くん、あ、初見実況してました、そちらもご覧ください。9回表、9回の時は、これ結構差ついてますよね、4対0って。この時ね、裏技がありまして、まあ、投手降板になってない時、スコアを選びます。で、プレイをしたら、勝手に進むっていうね。ヒットが打たれない限りは進みますから、これで OK。投げずに、ゲーム開始セット。ちょっと噛み噛みですね。ちょっと舌が乾いてきた感じがありますけど、よし、やっていきましょう。カサカサ。オッケー、スタミナ B になります。ちょっとここで保留にしておきましょうね。よし、では練習場変えまして。小杉さん、あと3回ぐらいはな、100日目までには送ってほしいなって思うけど。おっと、そっち？まあいいけど。これがさっき言ってた通り、仲間評価31以上の場合は、このように連続イベント進むんですけど、30以下の場合は離してくれないので、連続イベントストップになってしまうんですね。よし。おすぎさん、信じてるで。頼むで。あー、起きない。こうかな。こうしましょう。これで総合変化量が9か、11か2ぐらいいけそうだな。頑張れ。お前じゃねえよ。あ、これ、3回目か。まあ、回数とかよくわからんけど、この後のイベントの後のイベントで、オラオラオラが来るんで、それまでに犬レベルは10以上上げておきたいなっていうのがあります。調節していこうかね。あれ、小杉さんどこ行ったの。失踪、もしかして。おっしゃー、さすが呼ばれて飛び出て。34点、経験点17。よし、スピードもいいね。技術がちょっと不足してる？さっき言ったことと違うな。よし、勝負だ。オッケー、スタミナ勝負で挑むとは。バカなやつね。出た。これ確か、あー、まあまあまあ、仕方がない。よし、練習場行きましょう。ヘルガのイベントは続きませんね。ラジェクスです。40点満点なかなかいきませんね。まあ、これは僕の技量の低さというか、そういうのがちょっと見えますけど。よし、練習場。よし、釣りに行って。あ、回復しないか。あ、これ？まあ、いいか。どれどれ。これって、トシオくんルートでないと発生しないのかと思ってたけど、違うんや。攻略本もう一回読み直さんだな。まあ、これで体力が。よし。またか、フグに。まあ、いいけど。これでも稼げるから、まあ、ないよりかはマシだよね。頼む。あ、兵隊に、作ってもらうのもよかったね。もう仲間評価の方はだいぶ上がってますのでね。だいぶってこともうマックスですよね。カンストですよね。何も起きない。練習場で何も起きないのはちょっと
ね、それなら普通に働いた方がマシなわけではないんだけど、ヌレベル的にはね。おっしゃ、ナイス。うん。ごめん、ちょっと冒頭嫉妬が多かったんけど、なんか、コントロール B にしてそれはないでしょう。あいたかさんよ。さあ、来い、腰。降りた。16ですね、犬レベル。ちょっと調節に測りますか。まあでも、バオのイベントも起きそうにないなっていうのもありますけど。よし。36。おやー。いいんだな。練習場変えましょう。どうしようかな。まあ、まだバオのイベント来てないし、次多分、試合出場のための、賄賂がありますので。あ、兵隊に報告する。オッケー、ナイスナイス囚人。オッケー、ここでね、できれば経験点、筋力、技術を減らしておきたかったんですけど、っていうのもここリセットした方が、ここリセットしないといけないんですよちょっと説明おかしいけど、ここでの勝ち負けで、これまでの試合で勝ったか負けたか、何連勝したかっていうのが、結果が発表されて、それでまた経験ってもらえるんで、負けてしまうとそれが起きないんですよね。なので、絶対に勝ちたいんですよね、この試合。で、リセットすると筋力技術の減りが20かな ?20 減るので、筋力技術を0にして試合に挑みたいなっていうのがあったんですけど、まあ、減らすのもないしな。じゃあ、鉱山行きましょう。事故率2%。大丈夫。オッケー。スタメンです。これ最後の試合ではないか。はい、分かってましたよ。オッケー、アウト。まあ勝てるでしょう。これで2連勝かな。今回試合部分はまあそこそこ悪かったね。うん、いつもなら3連勝か。うまくいけばもう5連勝、4連勝、4連勝か。4連勝するんですけど。ダメ、危な。ナイス。グラガリさん起きないね。連続イベント。もういいのかな、ヒデコちゃんのことは。はい、分かってましたよ。投手編、こういうとこ楽だね。ノーアウト、もしくはワンアウト、一塁の時は、まあ、基本的にバントか盗塁してくるので、それに気をつけていれば、勝ちやすい。ここで投手交代か。ちょっと追加点とか点数入れてくれへんと。あかんて。お、満塁で。チャンス潰しっすね。ここ負けてもな。正直2連勝ぐらいしかしてないから、リセット分の方がでかい気がするんだよな。このままにしておきますか。リセットせんでもいいわ。大活躍。オッケー。まあまあまあ、仕方ないと思う。じゃあ2回ほど鉱山通って、あとは練習場行きますか。ちょっと犬レベル的な問題もありますので、もうこんな感じでいつも犬レベル0と、0のギリギリの狭間ですね。あ、これか。これね、体力低いですよね、今。止めるを押したら死んでしまうんですよ。ゲームオーバーなんですよ。なので、兵隊呼んでくるかな。へへへ、やばん、パダン。気力的に8か。働けないな、これは。うん、働きたかったんだけどな。気力がないから働けん。まるで今の僕みたい。